うまはい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のコーヒーワールドはですね、皆さんお待たせいたしました。カズマックスの冬ブレンドがね、また完成しましたということで、第3弾ですね、ウィンターブレンドのご紹介でございます。もうこれから寒くなってきてね、コーヒーが本当に美味しくなる季節ということで、まあそんな冬に飲みたいブレンドをちょっと考えてみました。まあ、冬だからね、かなり杯数飲む、普段飲みするわけだから、何よりもまず疲れないで、じっくりじっくり味わって飲める。でコクがあって甘みもあって、ちょっと華やかさなんかもあったりしながら、そうすれば、チョコとかともね、合わせられるから、本当にゆっくりゆっくりコーヒーをこう楽しむ時間を作り出せる、そんな、まあ、コーヒーが欲しいなと思ったんですよ。まあでもそもそもはね、基本的にコーヒーとチョコレートって相性抜群だから、何もしないでもまあ普通合うんですけれども、まあ今回そう言わず、その上を目指してコーヒーとチョコレート、この2つを掛け合わせたら、100点の味わいが120点になるような、もうその美味しさの極致を目指して頑張ってね考えました。今回ねすごい苦戦しました。先に言っておきますけど、この後にね流す、ブレンド制作動画、すごい苦労してるからすごいやっぱね難しかったっすね。何かと合わせることを前提にコーヒー考えるって、なんとなくのイメージができていて、もうなかなか形にするのってすごく難しかった。まあその辺もね楽しんでいただければと思います。まあ頑張って作ったんで、もしよろしければこちら、カズマックスブレンドね、またアバウトアスコーヒーさんの、サイトで売ってますんで、ぜひぜひ、試してみてください。ご注文の受付は12月の3日本日から12月の13日まで10日間ですね。多分まあ日付ギリギリまでいけるとは思いますんで、ぜひぜひ。で、一回そこで締め切って、12月の21日あたりから全国にまあ順次発送という形になります。ただ多分年内には届くんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、多くの人にね、美味しいコーヒーを、この冬ね、楽しんでほしいんですよ。ぜひぜひ。うまい。このカズマックスブレンドっていうのはね、まあそもそもはカズマックスが美味しいと思う、カズマックスが飲みたいと思うコーヒーをね実現するっていう、まあわがまま企画なんで、まあこれをぜひぜひ皆さんにね飲んでいただいて、僕の美味しいと思うコーヒーを皆さんと共有できたらと思っております。で今回もね、このなおなおさんが書いてくださったイラストカードの裏に豆の説明なんかも載っておりますので、こちらも必見でございます。はい、というわけでね、カズマックスのコーヒーワールド、本日はアバウトアスコーヒーさんとカズマックスのコラボレーション企画、カズマックスブレンドの第3弾ウィンターブレンドが出たというご紹介でございました。ぜひぜひ概要欄からチェックしてみてください。まあ多分ファーストブレンドとサマーブレンドの出を見る限り、再販もまたあるとは思うんですけれども、一旦こちらで区切りますので、ぜひぜひ多くの方に、ご購入いただければと思います。はい、というわけでじゃあ一旦動画締めますか。この後またね、制作風景の動画流れますけれども、ぜひぜひお付き合いください。長いですがはい、というわけでじゃあ一旦締めます。今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。それではまた次回お会いしましょう。で続きをどうぞ。はい、というわけで、おなじみのアバウトアスコーヒーさんにまた来ております。本日は冬ブレンドですね、カズマックスオリジナルブレンドを、また作っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またサウネイさんと一緒に作っていきます。久々すぎてどういう感じで撮ったらいいか覚えてないです、まあ、とりあえず、はい、どんどんブレンドして飲んで飲んで試していきましょう。すすってすすって、はいはい。とりあえず今日のブレンドのテーマが、冬ブレンドということで、はい、ちょっと僕がリクエストしてチョコに合うねブレンドを、うん、飲みたいなと思いまして、やっぱり冬といったら、ね、結構チョコ、そうですね、まあ、ケーキもチョコそのものも合うのが欲しいなと思って、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。14種類ありますすごいですね、毎回、はいはい、すごい量の豆が、はい、また本日も揃っております。結構前と同じものもちらほらありますし、はい、前オフショットでちらっと飲んだ豆もあったり、うん、あーなるほど、はい、おほほもいたりおほほ
おほほですか、はい、おほほな味の味ですか。楽しみです、楽しみです。ああ例のやつですね、はい、これはもうあの普通にうちで朝入りに出すのがすごい楽しみです。シングルで楽しみたい感じですかね。あでも入れてもいいと思いますけどね。うん、面白いですよ。ちょっと単価上がりますけど。もう伝説のおほほがね、はい、あんなにウケると思わなかったですけど、ね、コメント欄でおほほいつ売るんですかおほほブレンドが欲しいですね。インドネシア、ブラジル、コロンビア、ニカラグア、エチオピア、ケニア、いろいろありますね。はい、本当はバーターさんっていろんな豆扱ってますよね。そうですね。じゃあとりあえずカッピングからですかね、はい、あじゃあお願いします、はい。でも前回と同じでドリップにを想定した濃度帯のカッピングで用意させていただきます、はいはい、お願いします。カズマックス用でお願いします、はい。整いました、はい、はい、整いました。ありがとうございます。しかもちょっとあ飲んでいきましょうか。飲んでいきましょうか。はい、おお、おお、なるほどなるほど。まあ正直チョコに合うコーヒーとありましたけど、はい、コーヒーって基本はチョコに合いますよ。そうですね。この焙煎度合いだけ見たら大体言ってしまうんですけど、はい、うん、まあ、このその中でも、うん、特にいい感じの素敵に素敵に仕上げて、はい、マリアージュを。一応スパイシー、うんうんうん、同じエチオピア。あどっちかな。いやまだ悩む段階じゃない、とりあえず全部飲みましょう。おお、これは芸者ですね。うん、甘い、うん、甘い。赤マラ、あ、赤マラ、あの粒がでかいやつや。そうです。あ、ニカラグア、お、これすごい特徴ね、美味しい、柔らかい、うん、前回のオフショットで言ってた、うん、朝食みかんヨーグルトみたいなやつ。うん、え、これですか。はいこれですか。深くしていったらこうなる。あ、こうなるんや。無酸素状態で発酵させることによって乳酸っぽい酸味がより多く形成されるんで、ちょっと柔らかい口当たりみたいな感じ。なんかちょっと合いそうだなチョコが、まあ、乳酸ですもん、はい、乳とチョコ合いそう。無言で飲んじゃう。真剣なんでね。真剣なんでね。この PB ってのはピンクブルボンですか。やっぱり。ちょっと入ってても面白い。そうですね。ちょっといろんな可能性を考えたいやっぱり。でもこのしっかりさもあった方がいいような気もしないでもないし。これはまた泥沼化するな。前回何時間かかりましたっけ ね本当に。でもなんか最後もねふわっと着地した感じで、うんうん、あ、できた、あ、できちゃいましたね。うん、できました。これはできました。できました。まあいつかね、そのドーンもね、うん、ドーンもねやれたら、ね、やりたいですね、うん、今僕は動画をどうやって締めようかな。あれ以上でも全然続けられましたもん ね今回ちゃんと着地できるんだろうか。大丈夫です、車の時なんで。終電がね、はい、なくなっても大丈夫ですね。あー、やっぱ芸者甘いな。おお、ブラジルすごい、一気に系統変わりましたね。ブラジルってなりました。ブラジルですね。多分僕が、なんだろう、コーヒーにハマる以前にこういうのがコーヒーだなっていう、うん、なんだろう、イメージがあったコーヒーになって、深く思う。でも日本人がよくイメージするコーヒーって言いますよ、ブラジルって。そしてインドネシア、
スマトラちょっとそれ最初に来るとそうですね、わけわかんないなと思うからパンチがちょっとインドネシアだねっていう感じの突然異種格闘技みたいなのが来るんでもう何が来るか分かってましたもん最後に持ってきましたあれ前回あれでしたっけ、あのサマーブレンドを作った時って、はい、何でしたっけ。エチオピアが6、エチオピアが6、ケニアが3、ケニアが3、あ、ごめんなさい、違います。でインドネシアは1なんですよ。あ、そうですね、インドネシアが入ってましたよね。でも10分の1なのに結構主張してきてた、うんうんうん、でも前回のサマーブレンド本当になんとかいい仕上がりでしたよ ねカズマックスベースって、ね、言いましたけど、はい、本当にあそこからアレンジもできるし、あれずっと飲み続けられるし。そうですよね。エチオピアが 6、ケニアが 3、インドネシアが 1、チョコに合うコーヒー。チョコの甘さって結構主張が強いから。そうですよね。重くて、うん、チョコに負けなくて、うん、それと溶け合って、でもコーヒー感も、ね、コーヒー感も残ってくれて100点が120点になるような、合わさって美味しくなるコーヒー。いやまあでも一緒に食べなくても、まあコーヒー飲んでチョコ食べて、ね、口の中いろいろ変えてっていうのも面白いです。そうですね、まあ、そこは自由ですね、うん、ちなみに沢崎さんはどんなチョコが好きですか。ちょっと今回いろいろ買ってきたんですけど、まあ、今ね食べるとあのわけわかんなくなっちゃうから、ある程度出来上がったところで合うかどうかでちょっと合わせてみます。そうですね、好き、よく食べるのは、うん、あでも明治は好きかもしれない。明治は好き、はい、ミルクチョコレートですか。はい、でもダークの方が好きです。ああそうなんですか、はい、他にマカダミアチョコレートが好きなんですよ。でもチョコとの相性すごいですよね、うん、ナッツとコーヒーとチョコと、うん、分かります。抜群やなじゃあ後でこれと一緒に食べましょう、はい、食べましょう。甘いチョコにでもやっぱり何かしらどれかでなんかやっぱ華やかさのニュアンスは欲しいですね。欲しいですね。ベースはどっしりにアクセントでピンクブルボンだったりエチオピアだったり何かしらのを入れつつ、まあでも2種類じゃちょっとつまんないから、ね、まあちょっと合わせて、とりあえず今しかできない、そうカズマックスとサーノイさんでしか作れないオリジナルブレンドを、いい味わいを。すごい、やっぱインドネシアすごいですね。インドネシアすごいですね。そう、チョコじゃなくてお米に合うんですよ。え？インドネシアお米に合うんですか？うちの、あのキーマカレーにもすごく合う。キーマカレーとコーヒーを注文して、はい、まあカレー食べた後にコーヒーをすするって感じですか。いや、カレーを食べてる途中でコーヒーを飲むんですけど、へぇマッチするんですよ。マッチするんですか、はい、まあコーヒーってなんかカレーの隠し味に入れたりだとか、はい、ハーブっぽさもあるからうんうん、うん、カレーのこのスパイスと優しくコーヒーのまろやかさでちょっとだけこのカレーのピリッとした辛みを和らげてくれるけど、インドネシアの香りはちゃんと残って楽しめるみたいな、うんうんうん、でもう一回カレーを口にできる、辛さが収まるからみたいな。本当コーヒーってコーヒーだけどいろんなこうニュアンスを隠し持ってるから、そういろいろ合わせたりとか本当に面白いですね。面白いです。それが14種類14種類決まるかな今日。ところでドジマックス発揮してる場合じゃない気がつけば3回目ですね。そうですね、もう恒例行事になりつつありますね。早いのか長いのかで、まあそろそろ僕は山梨に帰ってしまいますが、うん、あのまあ、今後ちょこちょこ来るので、はい、また作りに来るのでやりましょうやりましょう、お願いします。いやでも本当どれも美味しいですね。うん、悩む、ね、とりあえず相性とかは一回抜きにして、はい、これいいなって思うのはやっぱこのニカラグア、はい、とエチオピア、この2つのどっちかとか、はい、産地を調べてます。お、チョコよく取れる産地。あ土壌が近いってことは、はいはいはい、寄せやすいかなって。なるほど。
今回前回以上に難しいっすね。チョコっていう縛りが、とりあえずエチオピアは絶対欲しいんで、はい、どっちかを入れる。エチオピア入れた時のこの柔らかさ、華やかさがすごく、やっぱりエチオピア好きですよね。エチオピア好きですね、やっぱり。こっち使いたいかな。これを使うことをとりあえず前提にして、はい、はい、やべえ、全然決まらない。単純にコーヒーしてるよりもやっぱりそういうなんか特徴的なのを入れて、なんかこう華やかな感じに持ってった方が、やっぱここで飲んだ後チョコ欲しくなります。あー、そうですよね。今チョコが欲しい。ラリーがしたね。チョコを欲しがる口に持っていけるコーヒーを取ればいいのか。いつも僕は基本的にそう、あの用意されたものを飲む側だから、ちょっと勉強になります、めっちゃ。でもたまにあの残ったやつで即興ブレンドやってますよね。あ、即興ブレンド。あれは本当に適当というか、その場で残ったやつを適当に合わせてるだけやから、味を決めていくっていうのすごい難しいです。そうですね。なんかこう、これじゃないな、じゃなくて、どれもがうまいから、うん、あれもこれも取りたくなるけど、うん、そんなこと言ったらね、決まらないから。刀。とりあえずでもこの子は入る。この子は入れたい。入れたいですね。口がコーヒーを欲しがったから。あ、違う、コーヒーじゃない、チョコを欲しがったから。いつもと一緒のこと言ってしまう。いつも欲しがってますね。カズマックスは口がコーヒーを欲しがったから。年がら年中欲しがってます。わー、チョコ欲しい、食べたい。でも入れたら訳分かんなくなる気がする。とりあえず1回は決めたいですね。それこれかなっていうの。またこれ長い動画になってんだろうな。でもやっぱり1本でギュッとするんですよね。あ、そうですね、うん、怖い、失言をしないように。失言あった方が美味しいんで、僕としては美味しいんで。そうですね。なんかパカマラ入れたらわけわかんなくなる。パカマラはちょっと違うかな。なんかお酒っぽい。結構今回沼ですね。沼ですね。コーヒー沼にドボンしちゃったな、これは。いつもか。全部袋詰めにして持って帰ります。宿題。それはなるべく避けたい。ちょっと一旦合わせてみようか。エチオピアとニカラグアと、おえ、いや、これは。でも半分だな。で、あー、なんか落ち着いちゃったな。落ち着いちゃった。なんか違う気がするな、やっぱり。そっちの感情大事にしたいから、一回ちょっとブラジルは抜きにして。いつもそうなりますよね。あった方がいいかなって。だから、うん、そうですね。まあでもいつか使いたいですね、うん、やっぱり安定のブラジルな感じはするから、今後のブレンドで何かしらちょっと出番を、今回は違うかな。翻弄されてる。あー、沼深い。完全に足を取られた。出口がわからない。ふう。難しい。YouTuber としてはダメだけど、もう動画の構成とかでとりあえずもう目の前のコーヒーをブレンドするの精一杯。面白みとかちょっと今考えてられないですから。ちょっと真面目ですから私、ね。ちょっと本当にカオスですね。カオスですね。だって僕言われるんですよ、あの沢野井さんのカップの用意する量が鬼畜だ。はい、大いに悩まされてます。いや、でもこれが楽しいんですよ。楽しいのは間違いない。
あ、例えば言い忘れてましたけど、とりあえず今回もあれですね、アフターミックスですね。はい。とりあえず。エチオピアが来ない。来ない。なんか言っちゃいましたよね。うん、ちょっとだけ鼻に来るぐらいで、あんまり来ない。量減らしたらいいのかな。ふぅ、ロングブレスダイエットです。ふぅ、なんかありましたね、5年くらい前に。なんかパンチ不足になっちゃったな。これだとちょっとチョコに負ける気がする。華やかさが消えてしまった。テーマが難しかったかもしれない。合うものの中からね、より合うものを、ね、作ろうとするから、ね、めちゃくちゃ難しい。繊細ですよね。繊細ですね。いやでもだからこそ出来上がったらね、これ合うから飲んでくださいって言えるから。作らねば。今もうちょっと個性的にしたいなと思ってピンクブルボン突っ込んだらぐっちゃぐちゃになりました。グレーになりましたか、パレットが。すげえなんか喧嘩してる。華やかの方向性が違うものが、精神と時の部屋がいいです。スッていけるかなって、うん、ちょっと舐めてました。チョコやしスッって決まるやろうなって、うんうんうん、コーヒーって、まあ、そう基本的にチョコに合うから、はい、まあとりあえずいい感じで一回決めて決まるだろう、一回目は決まるだろうと思ってたんですよ。で、チョコ食べて、あー、いい感じですね。で、もうちょっと調整しましょうか。で、探っていくつもりだったのに、1回目が決まらん。難しい。オニマックス。一旦チョコ食べますか。一回チョコ食べてみますか。ちょっと思いました、今。今、何かしら変化つけないと、もう泥沼だから。とりあえずなんか食べましょう、はい、どれ食べましょうか。一旦王道のやつ食べますか。そうですね、ミルクチョコレート。いただきます。いただきます。休憩。うん、おいしい。うん、あ、なんか、うん、コーヒーでいっぱいだったら口の中にすごく、うん、いい刺激。いやでもやっぱりいるかもしれないですね、これ。これですか、エチオピアですか。うん、ここに欲しい。うん、うん、あー、美味しい。美味しい。やっぱこれ欲しいです。うん、いいね。うん、うん、合う、うん、チョコに合う。うん、よかった。ちょっとチョコ挟んだことによって決断できた。うん、合う、合う、すごい合う。じゃあこれとこれを合わせたやつに、いかにこの子が合わない。うん、ちょっとね、そんな気がしたんですよね、今ね。チョコと合わせたらあんなに合っていたのに、なんか今合わせた瞬間なんか違うって気がして、うん、今いろいろ試してるんですけど、うん、こっちがすでに柔らかいからもうここで補う必要はない、うん、のかも。一旦ニカラグア外して考えてみますか。ね、あんだけちょっと押したけど。あ、旅立たせましたね、今。旅立たせましょう。そっと背中を。そっと背中を。また今度。やっぱちょっとチョコ挟んで正解でしたね。ね、うん、偏った考えを、うんうん、ちょっと軌道修正できた。よかったよかった。あ、チョコ美味しい。チョコ美味しい。頭使ってるからなんかより美味しく感じる。食べる目的変わってないです。でも癒されたい。いやでも本当に納得できるいいものを作りたい。本当に毎回あんだけね、すごいたくさんの人が買ってくれるんで、美味しかったですってちょこちょこ動画でも生放送でもそうコメントくれるし、アバウトアスさんの口コミのコメントのとこでもめっちゃ来てたから、もう毎回見るのが楽しみで。ピンクブルボンを少し2対1で今入れました。何がしたいか分かんなかった。舌がバグってきた。コーヒー
ヒーがゲシュタルト崩壊してきました。コーヒーってなんだっけ。もう踊り出したい気分です。大丈夫ですか。大丈夫です。こんなにコーヒーで困るカズマックスさんなかなか見れないですよ。あ、美味しいな。僕は好きです。どれですか。これを主体にして、はい、これこれ、うん、いいですね。美味しいですね。ああ、もっと深い方がいい。ちょっと残ってる酸味は、はい、僕はポジティブに今、はい、捉えてるんですけど、それが万人に受けるのかどうかは。2、1。あ、でもこれ普通に美味しいな。あ、1、1、2、1か。いや、普通に美味しい。一旦何かしら入れてみますか。ドリップ入れてみますか。ミスチルがずっと流れてるんですけど。え、ミスチル、はい、頭の中です、はい、トゥモローネバーノーズが、またどこかで会えるといいな。果てしない。あー、そっちか。果てしない闇。違う、なんだかな。闇の向こうがいいですね。おーですね。手を伸ばそう。24時間マラソン。負けないで、もう少し。別に負けてるわけじゃないんですけどね。いや、最後まで走り抜けないといけない。あ、そうですね。思っちゃいけない一つ、はい、サマーブレのチョコに合うんちゃうっていう。間違いなく合うと思います。あんだけしっかり完成された味わいだったら。サマーブレンドに入ってるマネを選んじゃいけないなっていうのもありますもんね。あー、濃さどうかな。大丈夫かな。あっち。今のこれの感覚でいっちゃった。激アツ、うん、チョコとは間違いなく合ってますね。合ってますね、うん、後からじわじわチョコも、なんだろう、柔らかい甘さも引き立つし、でもなんかもうちょっとやりようがある気がするな。どうしたかったらチョコがメイン、はい、うんうんうん。こっから変化つけるってなったらどうなるんですかね。やっぱりそれ増やす。もう明治が切れたんで。ロッテ。うん、合う。合う。口の中でラテになった、オレとかラテになってる感じのカフェモカみたいな。さあ、どうしましょう。さあ、どうしましょう。これ増やしたやつ飲んでみます。作ってみますか。作ってみますか。作ってみます。どこのイントネーションですか。わけわからなくなってきました。作ってみますか。作ってみますか。作ってみますか。すごい動画の出来上がりが沈黙が多くて怖いですね。そうですね。どうしましょう。もう、なんていうんだろう、テーマを、はい、公開してしまってます。テーマ、チョコに合うっていう。いや、特に、はい、まあでも、まあ、ぽいようなことは言ってます。なるほど。いや、そこの軌道修正がもしかしたらできるかもっていう。いや、もう最初に言っちゃってますから。もうチョコに合うコーヒーを飲むもの。テーマを諦めかけている。じゃあ次、2つ目入れました。でも、もうちょっと土台があってもいいような気がしないでもないな。うん、パンチが欲しいですか。パンチが欲しい。なんか上の方に行ってしまった。もうちょっと下が欲しいな。でもだからってブラジル入れたらちょっとね。そのブラジルを入れるとかっていう解決策じゃないとしたら、重みを持たせようと思ったら、はい、焙煎度合いを、はい、変える変えます。え、Day 2 下手し Day 2。
で今方向性はすごくいい気がするので、うん、ある程度決めて、うん、今週の方がまだいい11、12、10はいけます。はいけますでも全体の何だろう、味のこの構成としてはすごくいいから、これをちょっと深くして、じゃあ Day2 で味を見てその配合を変える、うん、調整するにしますか。にしますか。はいはい、いやまさかの Day2 Day2 でもね、妥協しない方がいいですよね。そうですよね、ここ、うん、はい、今って結構どちらかというとフレーバーが残る焙煎してるんですけど、はい、もうじっくりゆっくり低温調理みたいなのしたら、はい、香り飛ばすこともできるんですよ。じゃなくってこの焙煎の香りを残しながら深くして重たくする感じ、うん、そうですね、そっちの方が、はいはい、味はすごく良い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 、単純に僕の好みとプラス万人受けするかどうか、うん、多分今までのなんかこう傾向を見た感じ、やっぱりみんな柔らかい感じ、甘みがある感じを求めている、受けがいい、うんうん、このまま飲んでも多分もう、はい、味も判断しづらくなってきてますよね一回リセットした方がいい気がしてきましたじゃあ、カズマックスブレンド、初のデイ2で、まあ妥協せず、はい、いいものを届けるためにいいものを届けるために、はい、頑張りますか。頑張りますか。頑張りますか。頑張りましょう。頑張りましょうじゃあ一旦閉めます。はい、というわけで、思った以上に長丁場の動画になってまいりました、2日目でございます豆のですね、焙煎度をちょっと変えていただきまして、大体の、何だろう、豆の方向性、味の方向性は、まあ、できたかなというところまでいったので、今日ですね、なんとか仕上げたいと思います。仕上げましょう仕上げましょう、よろしくお願いしますお願いします。前回の中で、はい、気になっていた豆に関してもう少し焙煎を進行させたものを用意しているのと、はい、それの前回の焙煎度合いのもの、はい、ありがとうございます、はい、でうちで通常で置いている2種類も一応隣に置いています。お口直し、お口直しインドネシアがいる、はい、直しなのかな、私持って帰るんですか今回はどうしますか。もう初っ端から頬張りますか、はい、あー、まあ一回ちょっと味見てもうその後から食べましょうか。ちょっと買ってきたんで、はい、まあ、前回はですねかなり食べ過ぎて飲み過ぎて結構お腹いっぱいになっていいコーヒーブレイクになりましたいやもう一日目はもう何が何だか分からなくなってきましたよ最後なの、うん、味覚がバグってきて何が飲みたかったんだっけみたいな並々すぎて怖いすごい、あ、でも深くなりましたね。なりました、なりましたね。いい香り、あ、これはこれはチョコに合いそう。あ、いや、なんでもないですなんでもないですうん、これがおほほですかね。そうでございますおほほでございます。おおおおおおおなってます残ってますうん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 、残りつつ残りつつ、なんだろう、ちょっと年取ったって感じ。年取ったおお貫禄出たって感じうんうん、歴戦のシワがあります、ね、目尻がすごいシワあります、ね、そうですね歴戦の勇士ですね、はい、おだいぶ深くなりましたね。うん、やっぱり、うん、でもどれかだけこっちとかでもうんうんうん、ね、で、これが前回の焙煎度ですね。はい、同じやつ。ああ、この豆はこの焙煎度のこの味好きだな。ほぼ貫禄あってなんか良さそうな気がした。そうか、やっぱり中入りと深入り並べるとまた印象変わるな。変わります変わりますね。やっぱはっきり、うん、輝く個性がやっぱありますね。それぞれがね、俺やでってうんうんうん、あ、でも、うん、ほぼ重くても好きだな、好きだな。じゃあ、一回、はい、
前回からこう深くなった、1段階深くなったやつで同じブレンドでちょっと飲んでみます。あ、前回気になった比率、はい、割合で、はい、比率で、はい、あ、でもやっぱり全部が深くなるとちょっとなんか個性消えましたね。あ、口当たりっていうかそのボディみたいな、うん、まあどうですか。うん、すごく満足感があります。欲しかったのはこれって感じ。落ち着きますね。落ち着きますね。一気に落ち着く味になりましたね。でもなんか落ち着きすぎるとなんかこう前回話したチョコと合わせた時のこのフルーツ感というかなんというか1111でやってみたら、はい、いい感じでした。これですね、はい、ちょっとだけ明るくなったなりましたね、はい、キラキラしてるのに、はい、さっきのいい感じの言ったらもうこっちもなんかちょっとベースみたいな、はい、そこへちょっと来ましたね、うん、個性が。あ、うまい。あ、うまい。これちょっとチョコと食べたいな。あ、飲み切ったんですか今のやつ。飲み切っちゃいました。結構入れてましたよ。スプーン満杯ずつ入れてましたけど、スーッといっちゃいました。じゃあチョコと一緒に、はい、お、おいしい。良いですか。お、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 おいしい。お、フィニ、ちょっと来た。フィニ、フィニ。いや、ノットイエット。ノットイエット、ノットイエット。欲しがりますね。欲しがりますね。ちょっともうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。1112。うん、あ、2にしたらちょっと軽くなりすぎたな。うん、うん、合う合う合う。合う。合いますね。合う。うん、とても合う。とても合う。一回入れてみましょうか、これで。はい。ドリップで。あれ、すっげえ、前回が嘘のように。嘘のように、本当に。これでいいんすよ。これでいいんすよ。もうカロリーが、前回の消費カロリーがでかすぎて。なんか今日あれですね、黒いシャツ着てるからさらにバリスタっぽくなってますね。ちょっとね、カッコつけようと思って黒シャツ着てました。バリスタチャンピオンシップみたいな。ポルタフィルター握ったこともほとんどない。よし、オッケー、できました、うん、はい、それではじゃあ、いただきます。さっきより主張がなくなりました。うん、そうですね。これをうん、ちょっと足すべきか足さぬべきかで今ちょっと溶け具合と合わさり具合と、うん、もうちょっと主張あってもいいのかな。ああ、でもうまい。ちょっと一回増やしてみますか、それを。はい、ちょっとだけか、ちょっとこれ減らしてみてもいいですか。ああ、なるほど、うんうん、やってみますか。いいですか。はい、やってみましょう。ちょっとやってみよう。はい、やる。デイ3をちょっと思ってたんで。正直、デイ3は避けたいと思ってます。なんかシンプルに軽くなっただけなような気がしないでもない、うん、1年前はまさかこんなことになると思わなかったな。
よし、できました。明るくなりました。明るくなりましたね。うん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 。で、チョコ。塩コ。塩コ。ゆるないですか。もう塩コって、ま、今からですよ、ね。ゆるくして何もですよ、もうこんな長丁場の動画。塩コ。おお、うん。うんうんうん。他のチョコも出してみましょうか。うん。おお、ビター。あ、でも美味しい。うんうんうん、合うな。合います。合うな。多分さっきのこっちだけの苦味によってるとまったりしてるとなんかボケる感じがするけど、明るさがあるから、あ、あ、うまい。あ、俺こっちの方が好きだな。ええ。あれ、ダークチョコうまいな。ですよ。うまいっすね。はい、ですよ。ダークといえどミルク多分入ってますし、ね。うんうん、マイルドビター、僕の大好きなマカダミアチョコ。うん、うん、あ、やっぱうまっ。うん、うん、うまい。これ好きな味よ。うん、おう、合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 う。うん、やっぱ全体的に合いますね。もうこの比率は多分好みの範囲。うん、うん、いや、僕好みです、これ。美味しい。さっきと比べてどうかな。さっきと今とどっちも美味しいけど、どっちかって言ったらどっちかな。あれ、さっきのは、さっきのはもう飲み切っちゃいました。え。僕はサクッと飲んじゃいました。早いですよね、飲むの。早いですね、うん、もうちょっといつでもコーヒー欲しがってるんで。うん、もうちょっと遊びたいみたいな。うんうんうん、もうちょっといじめられたい。究極の選択をしようとして。どっちにしようかな。あ、どっちにしようかなですね。もうちょっとコーヒーにいじめられたいなみたいな。いやいやいや、もう結構いいとこ来たんで。もうどっちを選び取るかですよ。あの人どっちが好きですか。差し湯した一杯目。ああ。なのでもうちょっとだけ薄い一杯目ですかね。泣きの一回で、あの、うん、中間攻めていいですか。はい、で1回目と2回目の間、うん、1回目と2回目の間、どっちも好きだったんですよ、今飲んで。だったら間にすりゃいいんじゃないかって思って。それでいまいちだったらもうどっちかに決めます。はい、ちょっと泣きの1回で。はい、いいんですか、泣きの1回で。泣きの1回で何回でもいいです。何回でも泣いてもらって。やばい、鬼畜沢ノ井さんが出てきた。今日も車なんで何回でも泣いてもらっていいですか。いや、もう1回で終わらせます。決めます。いや、まあでも正直ね、まあ僕も何回でも行きたいところではあるんですけど。よし、 OK、 最後ができました。泣きの1回。これで決める。多い多い。ありがとうございます。いっぱい飲みはるから。最後いただきますかな。うん、うん、うん、なんだ、なんかボケました。ダーク寄りになりましたね、だいぶ。あれ、なんで。え、あれ、まあれ、4444の6にしたから間違いはないはず。なんか違う、あれ。なんか系統全く変わりましたよね。なんか、うん、なんかどっちでもないですね。なんでだろう。間じゃないとこにいますね。おかしいですね、あれ。どうしたんだ、え、なんで。なんか別の飲み物になってるんだけど。あれ、なんかこれがすごい強い感じの味、はい、なんで。いつからそんな関西弁のなんで言えるようになったんですか。え、関西弁でした。なんでじゃなくて、なんでって。やばいやばい、
染まってきた、やばい、かぶれてきた一番嫌われるやつや。でももう出ていくのに、もう出ていくのに。いや、美味しいんだけど、うん、美味しいんだけど、これじゃないんだよな。チョコ、とりあえずチョコ。あ、飲んじゃった。ああ、おかわり、おかわり。すごいスモーキーですよね。うん、うん、温度高かったですか。温度高かったとかじゃないですよね。いや、同じですね。88で揃えました。もう一回やってみ、まあ、これで決めるかもしれないから、もう一回やってみるしかないですね。はい、なんでだ。やります。怖い。泣きの2回、泣きの2回。ちょっと何かが違ったんでもう一回入れますあれおかしいな。本来だったらお腹すく時間なんだけど、全然コーヒーとチョコレートで最後飲むから。じゃあ今度こそ。うん、なんかさっきよりは戻りましたね。戻りました、うん、はい。戻ったけど中間ではないような気がするな。うん、うん、どっちかに振ってる方がいいと思いますね。そうですね、はい。さっきののどっちか、やっぱ究極の2択だな。どっちかな。佐野さんは1個目でしたね。でもカズマックスブレンドですから、ね、うん、もう僕の好みを反映させたコーヒーですからね、はい、どっちかな。どっちも美味しかったな。チョコ、チョコ嘘、頭に飛ぶ、はい、明るさに振るか、ややしっかりめか。ちょっとトイレ行ってきます。我慢の限界。あれですね、あのあれが入りますね。トイレッチ。ライブのトイレ休憩。それありかもです。よし、オッケー。じゃあ決めました。今決めたんですか。決めました。カズマックスブレンドのコンセプトは多分2つあるんですよ、はい、1つはやっぱり前言ったようにカズマックスが美味しいと思って僕が飲みたい、普段飲みもしたい、はい、でコンセプトに合った今回だったらチョコと合わせて飲みたいコーヒーを僕の好みで選ぶ、はい、もう1つはみんなに飲んでもらいたいと僕が思うコーヒー、はいはい、って考えた時に僕の今の感想で言うとどっちも良かったんですよ、はい、軽い方と、はい、ややしっかりめの方、はい、どっちも良かったからこそどっちにしようかなで中間を今探そうとしたんですけど中間だとおかしくなったから、まあ、どっちかにするってことでみんなに飲んでもらいたいのはどっちかってじゃあそういう思考になった時にこれまでの、ハズマックスブレンド第1弾第2弾の感想をみんなの見ていてやっぱり飲みやすいとか柔らかいとか、うん、そういうのがすごく好きっていう声が結構多かったんですよ。だから、まあ、そっちの方がいいのかなと。はい。つまり2番目の方にしたいと思います。はい、多めで、はい、多めで、はい、明るさにちょっと振った、うん、でもまあしっかりコクはあってもちろんコーヒーに合う、コーヒーに合う、チョコに合う、チョコに合う最後、大事なところで間違いないですうん、よし、じゃあそれにしましょう。はい、はい、わかりました。2番目の方で、2番目の方お願いします。はい、1、1、1、2、今回4種類豆を使って、はい、じゃあブレンド制作をお願いいたします。はい、3倍をよろしくお願いします。いや決まった、決まった、ね、できました、できました、すごいよかった。デイワンがどうなるかと思ったのに本当に、あの時は本当泥沼でした ねどうなるかなと思って、なんか進めば進むほど光が小さくなっていってるのに今日始まった瞬間からなんかもうなんかねパンってやっぱリセットしたのが良かったですね。よかった、決まった、ね、でも美味しいのが、はい、多分できたと思います、はい、どっちも美味しかったから究極の選択だったけど、
僕好みの方で、はい、ん僕好み僕と 僕、僕がみんなに飲んでほしいと思う方でお願いします。ウィンターブレンドですね。ウィンターブレンドでカズマックスのブレンド第3弾ウィンターブレンドで。はい、というわけで、お疲れ様でした。お疲れ様でした出来上がりました。出来上がりましたね。じゃあね、お疲れ様でした。コーヒーを飲みましょう。飲みましょうか。いただきます。いただきます。あ、やっとできた長かったっすね。長かったっすね。あ、おいしい。うん、おいしい。あ、チョコうめぇ。あ、合います。あ、おいしい。あ、これはコーヒーが進みますわ。うん、チョコが進む？コーヒーが進む？どっちだろう。あ、やっぱコーヒーとチョコっていいっすね。冬の味だわ。めちゃめちゃ落ち着いてますね。帰るのめんどくさい。まあここは沢縫さんのお店ですから別に泊まっても、うん、いや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 。合いますね、やっぱりね。合いますね。はい、深くしてよかったですね。うん、ありがとうございます。じゃあこれを皆さんにまた飲んでもらって素敵な冬をお過ごしください。お過ごしください。お後がよろしいんですかね、これは。よろしいですかね。なんか毎回こううまく決まらないですね、なんかね。良いお年を。良いお年を。まあ、多分皆さんのね、ところに届くのは多分年末あたりだと思うので。そうですね。はい。まあこれ飲んで年越し、コーヒーもいいんじゃないでしょうか。うまい。はい、というわけで、カズマックスのウィンターブレンド、サードブレンド出来上がりましたんで、この商品リンクは、下に貼っておきます。バウターズコーヒーさんのオンラインサイトからよろしくお願いいたします。また予約販売になりますので、受け付けて、またいっぺんにね、年末に発送という形になります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頑張って作りました。ね、美味しいんでぜひ。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。じゃあね。毎回ありがとうございます。